で次にマップの構成ですねについてお話しします。先ほど言った通り、今回はそのオープンなフィールドっていうのを採用してますよ、はい、このフィールドその単に広いっていうわけじゃなくて、まあ、様々な危険に満ちていたり、割とこうバトルシーンが多かったりする我々らしい、フィールドになっています。まあ、こんな感じでいきなりドラゴンが降りてきたりとかすることもありますし、はい、あとはですね、探索しているとこうシームレスにつながる中小規模のダンジョン、それを見つけることがあります、はい、でそこを攻略できてしまいますよという形で、まあ、探索しているだけでいろんな発見があるよねっていう、まあ、そういうゲーム密度の高い、フィールドっていうのを目指しています。探索して建物に、そうですね、うん、でシームレスにつながっていて、もちろん、こうした中小規模のダンジョンというのは、まあ、地下墓地とか坑道とかいくつか種類があるんですが、はい、いただける部分かなと思います。でそうした中小規模のダンジョンとは別に、オープンなフィールドの対となるですね、我々はレガシーダンジョンと言ってるんですが、はい、大型のダンジョンというのが用意されています、うん、これはそのフィールドとは違ってですね、まあ、複雑で立体的に作られていて、かなり緊張感のある、攻略が楽しめるようになっています。なのでそのフィールドの開放的な、ものとこういった閉鎖空間での緊張感ある探索、はい、それぞれ違った2つのプレイフィールドというのを楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。外の開放感と違って本当に見ているだけで緊張感、そうですね、ところがありますね。まあ、装備とかいわゆる能力値とかもそうですね。でこのように例えば剣をどんどん極めていこうっていうような、プレイスタイルを選ぶこともできますし、はい、見慣れたというかこうすごく、そうですね、はい、これまでやってきた動作だなと思います。はい、こういった形で、まあ、重い武器を振れるキャラクターを作っていこう、そういう遊び方もできます、はい、あとはそうですね、例えば近接戦闘が苦手だっていう方はこういう感じで弓をどんどん駆使した、キャラクターを作っていくこともできますし、はい、まあ、こちら魔法ですね、今回魔術と、祈祷という概念になってますが、魔法に特化したビルドを作ることもという形になっています。でもちろん、本作これは従来通りなんですけども、はい、一つだけいわゆるそのなんでしょうね、キャラのクラスみたいな、これは霊体というものですね、はい、まあ、強敵がいるところとか、まあ、ボスがいるところではこういった形で、自分の 仲間となる霊体というのを呼び出すことができます。まあ、共闘できるという形ですね。で霊体自体も強化することもできますし、あとさまざまな種類がいますので、ここのシチュエーションではこの霊体を呼び出そうという形で、そういう霊体を選ぶ楽しさ、成長させる楽しさっていうのもあるかと思います。結構敵をかき乱してくれてましたね。そうですね、なのでやっぱり特にボス戦とかだといわゆるターゲットを取ってくれるので難しいところでも結構助かるかなという形で、ステルスを用意していまして、しゃがんでいたり、まあ、木陰にいたりとかすると敵から見つかりにくくなってます。なので、まあ、やばい敵がいるなってなったら、そうですね、このように隠れてやり過ごしちゃうこともできますし、まあ、あるいは背後からですね忍び寄って暗殺する、そういったこともできるようになっています。じゃあいろいろ探索していく中で、マルチプレイ中を除いていつでも呼び出すことができます。今みたいに、まあ、指笛ですねを吹くとその場で召喚できるという形になっています、はい、でフィールドもその結構高低差があるんですが、こういった気流に乗って高低差のあるフィールドを気持ちいいですね、はい、実際にそのまま、移動することもできますし、はい、まあ、2段ジャンプができたりとか、まあ、かなり運動性能の高い馬ですね。広いフィールドっていうものを駆け回って、そうですね、ストレスなく駆け回れる、存在になっているかと。でもちろん馬に乗りながらの戦闘っていうのもできるようになっています。馬同士ですか？馬同士ですね。
いわゆる騎乗戦闘みたいなのも、はい、馬同士での結構楽しい、あの熱いバトルかなと。もともと1月発売とアナウンスをさせていただいたんですが、はい、2月に一度、発売日を延期させていただいてます。で今回は、2月25日の発売っていうのは、あの間違いなく問題なく、進められています、うん、で今はですね、もうマスターアップもして、まあ、よりゲームを快適にしたりとか楽しめるように、いわゆるデイワンパッチですねの開発を進めているところです、うん、はい、わかりました。